それではこれより横浜緑リーグラウンド26でいく D1 クラス決勝戦行いたいと思います。1回戦1組目、トリトキング千葉人、そしてゼッケン4番茨城県の勇気、この2人が1回戦で戦います。横浜ドリフトミーティングラウンド26デイクー D1 クラス決勝戦1回戦1組目コースオープン、動き出しました。先行千葉人、白山人、後追いは予選第8位の勇気です。審査員席前に飛び込んでくるこの2台、1クリップ金を通過、そして2クリップマシンの車間距離少し離れましたが2クリップ、そして最後3、4というふうに向かいます。アドバンテージ、アドバンテージ、勇気が先ほど取りました。アドバンテージ64で勇気持っております。先行勇気、そして後追いがトレッドキングの千葉人。1回戦1組目の2本目コースオープン、動き出しました。前を走る勇気、紫色のマシンがアドバンテージを持っております。そしてそれを覆すことができるか、白いマシンの千葉人来た、振り込んできた、そして2クリップに向かいます。この2台この後3、4というふうにいきます。いいですよ、切り返して、どうだこれはどうだ。勝者勇気、1回戦1組目勝者勇気です。予選第4位、茨城県チキンダンスから隼人、そして予選第5位、ソウルパンチマーボーです。それでは行きましょう、両方ドリフトミーティングラウンド26 Day 2 D1 クラス決勝戦1回戦2組目1本目コースオープン、動き出しました。先行オレンジ色のマシン隼人、後追いは水色のマシンのマーボーです。1クリップ通過、そして2クリップに向かいます。1クリップはマーボー、2クリップ5分もしくはマーボー、そして3クリップ4クリップというふうにいきます。少しマーボー戻ったらしてが、さあこれはどうです。はい、これはもうクリップを取ったマーボー、73マーボーです。73マーボー、2本目コースアップさあ動き出した。水色のマシンがアドバンテージを持っているマーボー、後追いのマシン、オレンジのマシンが取られてしまったハヤト、危ない、ですがかなり勝負してきましたね、ハヤト。まあ、素晴らしいライン、そしてクリック回し込んだ。勝者マーボー、勝者マーボー、予選第3位、ファイレーシングフレンチスタダキュー、対するは予選第6位、茨城県の1位です。 D1 クラス決勝戦1回戦3組目の対決です。先行フレンチ瀬崎、後追い1位、1本目コースオープン、操縦台でコンタクトを取り合ってマシン動き出しました。ピンク色のマシンが先行の瀬崎、後追いのマシン、ワインネットのマシン、黄色い方が後追いの1位です。さあここまでは豪華、1位が詰めて、そして3クリップ、4クリップと切り返して、前白を残した1位までです。瀬崎アンダー。64瀬崎。64瀬崎なんですね。3回戦、これが2本目の対決となります。コースオープン。アドバンテージを持っているのは後ろの車です。瀬崎、アドバンテージ64で持っております。瀬崎、無理して攻めないか、しかし攻めてきた。一引き離す、瀬崎アドバンテージを持っているが果敢に攻めます。そして2クリップを通過、3クリップ、4クリップに向かいます。641 641サドンデス、やりました、サドンデス。サドンデスという新たな戦いの場所にこの2人が、踏み入れます。行きましょう、先行フレンチ瀬崎、後追い1でコースオープン。さあ操縦台コンタクト取り合ってサドンデス1本目、これが1本目です。
さあ少し車間距離が空いたか、瀬崎、そして追いかける1位2クリップ、そして3クリップ、4クリップを通過。64世代ですね。先行1位後追いフレンチ瀬崎でサドンデス2本目コースオープン。動き出した。これがサドンデス2本目です。勝負がつくか。この2人の素晴らしい戦い。1位が審査員席前1クリップから2クリップに流れます。瀬崎食い込んだ3クリップ、そして引き離すか。1位4クリップを通過したこの2台641ということは、もう1回サドンデスか。サドンデス2回目、みんな拍手。サドンデス2本目2回ですね、失礼しました。先行フレンチ瀬崎、あとは1位コースオープン。動き出しました。瀬崎先行、あとは1位です。さあ先ほどまでの戦いと、そうですね、 VTR で同じような映像を見ている感じになりますが、細かいのも審査員見ております。さあこれはどういう64アドバンテージ瀬崎1位3クリップ、ゼブラ乗り上げたことによる減点で64アドバンテージ瀬崎です。サドンデス2本目コースオープン。操縦台上ドライバー2人がコンタクト取り合って動き出しました。この2台先行1位後追いがフレンチ瀬崎、いいですね。ここまではさあ今の限定をどう取る。1、3クリップ外しております。そして4クリップはゴールです。強者1位です1回戦4組目予選第2位、近藤かさむ。そして B1 クラス決勝戦初めてとなります。予選第7位志野連合の5位です。先攻近藤かさむ、後追い5位でコースオープン。さあ近藤かさむ大きな声で5位にコンタクト、動き出しました。この2回赤いマシンが近藤かさむ、後追いのマシン白いマシンが5位です。いいですね、いい形で2クリップを通過。あ、3クリップで今のはですね、1クリップの、手前のライン、こちら5人がですね、指定ラインの内側へ入ったということで9-1を取ります。9-1近藤カスタム、アドバンテージ9-1近藤カスタムですね。2本目コースオープン。さあ、ゴリが近藤カスタムに声をかけて動き出した。この2台白いマシン、ゴリ、後追い、近藤カスタムが赤いマシン。ゴリの発力が1クリップ、そして近藤カスタムのシェイサーでしょうか、これが1クリップ、そして2クリップに向かいます。ゴリガンが、さあ3クリップ付近でマシン1位停止。さあ、これでゴール、皆さん拍手。8人でカスタム、勝者カスタムです。勝者近藤